分かってねえ、分かってねえよダッチ。考えてもみろよ、この仕事2万だぞ、たったの2万。身代金でボーナス稼いで何が悪いってんだよ。ビールなんざ小便と一緒、いくらやっても酔えねえよ。男ならラムだろ。ま、女の勝負も受けられねえ玉なしなら無理にとは言わないけれどよ。その時はスカート履いて綺麗なリボンつけてダンスパーティー。回ユニークスキル大賢者の効果です。能力が定着したため反応を速やかに行うことが可能となりました。捕食して対象物を体内に取り込み解析、その対象物のスキルを習得できます。解析が完了すれば擬態化も可能です。シンジ君、俺はここで水をまくことしかできない。だが君には、君にしかできない、君にならできることがあるはずだ。誰も君に強要はしない。自分で考え、自分で決めろ。自分が今何をすべきなのか。まあ、後悔のないようにな。ああ、この島が麻薬密輸の拠点となっているのは調べがついていた。ルパンが食いつく餌は多ければ多いほどいいだろう。おめおめと餌に誘われてきた害虫を餌箱ごと根こそぎ検挙する。分かったガオスカ。ちょっと挨拶しただけ。それよりどうしてゲームの敗者がここにいるのかしらね。ひないちご、負けたドールは勝ったドールにローザミスティカを渡し、その糧となる。それがアリスゲームの掟。あなたたちは神聖なゲームを怪我したのよ。へえ、チヨちゃんは何でもできるな。苦手なものないでしょ。チヨちゃんに走りで負けたのあんたが初めてだよ。歌うのはどうした。旅の恥は書き捨てじゃなかったのか。ま、チヨちゃんが仲間でいてくれるのはあと数年だろうけどな。三つの豆腐のうちスーパーのは論外だ。他の二つは国産の大豆と良質の水を使い、本来味は甲乙つけがたい出来。ところが豆腐は作ってすぐに食べなければ風味が落ちる。京都の豆腐がわずかながら風味が落ちたのは上野と京都の距離の違いでしょう。ええ、この近くに住んでいてな。それはそれは美しい人間だった。そしてお前のようにあやかし者を見ることができた。だが周りの人間には見えない。誰も玲子のことが理解できなかった。玲子はいつも一人だった。いつもいつも一人だった。落ちたんだよ。本当は屋上から屋上に飛び移るつもりだったんだけど仕方がなかったんだよ。追われてたからね。あ、それより自己紹介しなきゃね。私の名前はインデックスって言うんだよ。金書目録ってことなんだけど。あ、魔法名ならデイディカートス545。献身的な子羊は強者の知恵を守るっていう意味だね。もう書道を選択している。悪いが無理。わかった、やろう戦車道。借りを返すだけだ。朝だぞ。人間が朝の6時に起きれるか。人にはできることとできないことがある。短い間だったが世話になった。ああ、はいはい。だから俺はルイズさんが召喚した使い魔なんだろ。魔法使いとかが連れて歩くあれ。そんくらいは映画や漫画で知ってるよ。ああ、わかった。マントって学年で色が違うんだ。黒が2年、ゆべの茶色の子が1年。そっかそっか。はい、かしこまりました。ルイルイルイズはダメルイズ。魔法ができない魔法使い。確かにそうかもしれないな。
私がこの地に来たのは、この誰も手に入れていない宝石箱を手にするため。いや、私一人で独占すべきものでもないな。ナザリックと我が友達アインズールゴンを飾るためのものかもしれないか。この世界にどのような存在がいるかも不明な段階でか。ただそうだな、世界征服なんて面白いかもしれないな。はーい、1番子猫ちゃん分の池の鯉はカエル、2番ひよこさん割るゾウの花さんはモグラの尻尾、3番ルートつくしんぼう分の8さん、4番0.カメさんマイナスゴリライコールクジラさんです。うんちゃー、ご苦労様。スマートな仕事って素敵だわ、ダッチ。それにしてもひどい格好よ、あなたたち。ロック、ごめんなさいね、バカに付き合わせちゃって。でもヤポンスキーにしとくのはもったいないタフガイだわ。あなた困ったことがあったらいつでもうちにいらっしゃいな。ない。よかったことなんて一度もない。今までここにいていいって言われたことがなかった。でもあの人は言ってくれたから、おもちゃだと思ってても飽きたら捨てられるでもいいの。一度だけでも家族だって言ってくれたから。カラシと言います。以後お見知りおきよ。私のモットーはじわじわ報復するであります。最近の乱れた風紀を見るにつけ思うのです、今の世にこそ半村美法典のような精神が。あ、草。まあまあ皆さんも一服どうぞ。あ、それともうんこ食べます？当たり前だ、俺を誰だと思ってやがる。ジモン、お前自分を誰だと思ってやがる。お前のドリルは天と地と明日を貫くドリルじゃねえか。いいかジモン、忘れんな、お前を信じろ。俺が信じるお前でもない、お前が信じる俺でもない、お前が信じるお前を信じろ。気がつきましたか、雪の中で倒れていたんです。そや、あなたには大切な役目があるんです。それをご自覚ください。あなたが倒れてしまっては元も子もありません。第一、この吹雪の中一人で表に出るなんて無謀すぎます。あなたはこんな雪深くなる土地で過ごした経験がないのですから。さて、それじゃあ魔法少女体験コース第1弾、張り切って行ってみましょうか。準備はいい？私のソウルジェム、昨夜よりちょっと色が濁ってるでしょ。でもグリーフシードを使えば、ほら、これで消耗した私の魔力も元通り。前に話した魔女退治の見返りっていうのがこれ。失礼、これはおじさんの主義でした。私にも荒木先輩にも無関係でしたね。しかしそれはともかくとして、荒木先輩、仲間を頼るのは悪いことではありませんが、基本的には私たちは自力で脱出しようという試みをまだ放棄すべきではないと思いますよ。なぜなら、逃げちゃダメだ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 。やります、僕が乗ります。早波、大丈夫か、早波。自分には他に何もないって、そんなこと言うなよ。別れ際にさよならなんて悲しいこと言うなよ。私はセフィールのエメロード、魔
ジックナイトたちよ、悲しみに心を支配されてはいけません。異世界の少女たちよ、心を強く持って、そして考えて。今あなたたちの前にあるのは、あなたたちの大切なものですか？